獄中のコンミューンの戦士の使用をもって、牧村こうコンミューンの戦士をして、墓の中より立たしめよ。よし東方の墓掘り人プラが釘付け、盤石の重りを据えおこうと、我が森山啓志が肩をすくめ、全身の力もて突っ立ち上がるとき、あなたはアトラスのように地球の屈辱を担わぬだろうか。私は獄中で、 若い優秀がまぶたを襲うとき、いつもあなたのコンミューンの死を思い出した。それは私らにとって無常の刺激剤だった。苦難の時代を割合間違いなく進み得たことについて、私らは心からの感謝をあなたに捧げる。嵐はどよみ、戦列は地平に没しようと、誰かコンミューンの戦士をして蘇らせぬか。 あなたの詩が新しく南方の労働者の集会で読み上げられるとき、あなたはアトラスのように地球の外貨を担わぬだろうか